人舞台の若い兵士はいつも夕日に呼びかけていた。ふるさとに残してきた人に自分のことは忘れてくれと。復興を求めるわけじゃないけど幸せを望んじゃいけない時がある。いつの時代は若者の夢を壊して流れてゆく。もうすぐ私も死ぬだろう。それは祖国のためにではなく思い出だけを守るために、愛する人を守るために。じゃないけど幸せを望んじゃいけない時がある。私は明日を信じない。今日がなければ明日も来ない。わけじゃないけど幸せを望んじゃいけない時がある。いつも時代は若者の夢を壊して流れてゆく。